皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字の運の観音をやっていきたいと思います。今日は3年生常用漢字の転ぶですね、説明をしていきます。まず中心を見てください。まず左の字の一番隅に来るこの場所が中心にちょうどですね、中心は越えません。はい、同様に右の字も一番中心に来る字が、ちょうどですね、越えませんですかね。はい、ここはまあちょうどまでは行ってないですけどね。はい、それでは一画目からいきます。まあ4分の1ぐらいのところですかね。上から4分の1ぐらいのところにここ右上がりで、ここ中央ぐらいのところに田んぼの田が入るような感じで、また4分の1ぐらいにここの右上がりが入るような感じでバランス取ってもらいます。右上がりちぼめる、ふっくら右上がりちぼめる、角中心に合わせてちぼめる、右上がり幅を揃えて右上がりで、ここ右上がりで、ちょっと上の右上がりよりも少しだけきつくしてくださいね。で、左側長く、はい。で、続いて上すごいスペース空いてます。下も空いてます。そうですね、中心よりちょっと下に書くという感じですかね。でもしっかりとスペースを空けて、はい、ここ右上がり、ふっくら右上がりですね。上を短く下を長くで、ここの2本のこの2本目の線はここの車の一番下の横線よりは上に絶対書いてください。で、ここ中心より少し左のところからちょっと反るような形で斜めにで、ここはみ出して右上がりで、少し寝かせて押さえてください。ここは半々でいいと思います。ここの位置ですね。はい、それではちょっとさっき失敗したので横に書きます。4分の1の位置、右上がりちぼめて、ふっくら右上がりちぼめて、右上がり右上がり、ちょっときつめの右上がり、左長め、一度押さえて、ちょっとかすれましたね。で、ここ右上がり、ふっくら右上がり、一度押さえて、ちょっと反り押しで、少しはみ出して右上がりで、半々で押さえると、はい、ちょっとかすれちゃいました。もう一度いきます。右上がり、一度押さえて、ちぼめて、ふっくら右上がりちぼめて、右上がり幅を揃えて、で、ここちょっと右上がりきつめで左長めにしてください。一度押さえてまっすぐ、はい。で、上たっぷりとスペースを空けて、短い右上がり、長いふっくら右上がり、ちょっと反り腰、少しはみ出して右上がりで押さえる、はい、こんな感じですね。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。